では裁判のポイント争点について、記者と整理します、はい、争われているのは大きく2つの点で、国が津波を予測することができたか、そしてその予測のもと、東京電力に対策を取らせていれば、事故は防げたのかですこの2つの争点について、ポイントとなるところはどういうところでしょうか。はい まず国が2002年にまとめた地震の発生確率を予測した長期評価の信頼性がポイントになります、はい、原告側は専門家や科学的な知見に基づく長期評価をもとに津波は予測できたと主張しています一方国側は当時原子力規制に取り入れるべき確かな知見ではなかったと信頼性を否定していますですので長期評価の 信頼性が認められるかが国の責任を判断する前提となるということですね、はい、また津波を予測できたとして国がどのような対策を東京電力に取らせることができたのかその対策で事故は防げたのかがポイントになります一審二審ともに国の責任は認められています最高裁でも同じ判断が示されるかどうかはい、はい ただ今回は4つつのの集団訴訟について統一の判断が示されます、うん、このうち群馬訴訟では2審で長期評価の信頼性と国の責任のいずれも認めていないため最高裁がどのように判断するかが注目されます仮に最高裁判決で国の責任が認められた場合今後の影響としてはどうでしょうか。はい 賠償金については東京電力が基準を上回る額を支払うことが確定していますが国の責任が認められた場合はこの賠償基準の見直しまた今後の被災者支援なども見直される可能性があると専門家は指摘しています。国の責任があの今回認められれるとということになれば えまあ国の,そのえまあ政策をつり上げていくサイドの責任としてえまあ賠償指針の見直しを進めていくということは当然求められていくと思いますけれども原発事故の賠償問題に詳しい大大阪公立大学の正文教授最高裁が国の責任を認めた場合 賠償基準の見直しだけでなく復興に関わる政策などにも影響が出てくると考えています。賠償のことだけではなくて、国がどういうですね復興政策やあるいは被災者の生活再建支援策を打ち出していくのかっていうことにも波及していく問題だと思います。まあ、一般的なあの被災者支援策を今まで通り続けていればいいということではなくて、加害者として どう被災者に向き合うのかということは問われてくるということになりますので今まで以上にです、ね、あの被災者の,あの実情をきめ細かく把握してです、ね、えきちんとした支援策を講じていくということがあの求められていいくだろうと思います今回初めて示される最高裁の判断は全国でおよそ30ある原発事故をめぐる集団訴訟の 集団訴訟にも大きな影響を与えるとみられています最も深刻なレベル7と評価された原発事故で最高裁が国の責任をどう判断するのか注目の判決は明日午後2時半に言い渡されますここまで安倍記者と進めてきました